はい、こんにちは。山亮と申します。さあ、今日は、ね、どこに来ているかというとですね、四日市市、三重県四日市市は高津野っていうところに来てますね。近鉄高津野駅っていうところに来ております。まあ、なかなか四日市の人だったらすぐにね、ピンと、あ、高津野ねって分かる地名ですけど、多分市外の方だったらなかなか読めない、意外と難読地名ですよね。高いは分かるにしても、あれで角っていうのはなかなかないもんね。あの角っていう字で高津野っていうね、いうふうに読みます。近鉄の高津野駅に来てます。で、何をやろうかというとですね、まあ一企画ということでございます。今日とね、今実はね、あ、ちょっと前から売ってるんですよ、こういったね、近鉄さんがね、ワンデーフリーチップっていうのをね、売るようになったんですね。で、この前、あの土日フリーパス、ね、っていうのは使ってね、ちょっと、ぐるっとね、ターミナル、近鉄のターミナル制覇なんかやったりしてましたけど、で、今回はね、ちょっとこのワンデー切符っていうのはね、あの本当は9月末でね、終わる予定だったんですけど、人気だったんですかね、11月の末ぐらいまでね、なんか発売が延期になったということでね、あ、じゃあね、せっかくだからちょっとね、ずっとちょっと移動とかもできなかったんで、使える機会ないかなと思ったんですけど、延期になってね、まあこっちもちょっと多少ね、ちょっと移動ができるようになったんで、あ、じゃあせっかくだから使ってみようということでね、買ってみました。で、まあこれで、まあちょっといろいろと近鉄線メインでね、回ってね、いろんな企画をちょっとね、今回はね、一企画をドーンとやるっていうんじゃなくてね、ちょっと細かい企画をいろいろとやる予定でいますので、まあ、ちょっとそれでまとめて、まあ、動画で、まあ、ちょっと小分けにしてみたいな形になると思いますがね、よかったらね、まあ、あの、できるだけ、まあ、見やすいように作りますのでね、見ていただければと思います。でね、まずね、動画としてはね、先にね、これ、あの、ただこの切符ね、一つだけね、難点というかね、ありまして、あの、どこの駅からも使えるんですよ。どこの駅から、これを三重県伊東の駅ね、赤目口から、東側の駅でしたら、どこででも、乗り降り自由で使えるんですけど、ですね、高津野からスタートできるんですけど、高津野の駅では買えないんですよ。で、当日も買えなくて、前日までに買わないといけないんですよね。で、これはあらかじめ買ってきました。で、これね、ちょっと塩浜駅でね、また毎度のこと買ってきましたんで、ちょっとその映像をね、まず出してみたいと思いますね。どうぞと。ということでね、こんな感じでね、まあ結構ね、まあ簡単に特急券のね、切符、販売機、自動券売機で買うことができます。まあ、富田の駅とかだとなんか対面でね、入るみたいです。まあ、それはあの、ホームページに載ってますんでね、それに従ってね、買っていただければと思います。どちらにしろこれ非常にお得ですからね、1日乗り放題でね、三重県と愛知県乗れてね、1500円っていうね、値段ですからね、いいと思います。まあ、ね、3日ずっと乗るんだったら、3日分買うと思うと4500円になるか、4100円のあの、土日フリーパスかね、お得にもなってきますし、まあ、これは、あれだったら、大阪の方も使いますからね。まあ、それは、まあ、適宜という感じですね。今回はこれね、ちょっと使ってね、ちょうどいい企画やろうと思いますんでね、ぜひお楽しみいただければと思います。で、このまま、高津野の駅の紹介だけちらっとやっていきましょうか。非常にこんな感じの駅、近鉄米山線の駅でね、こんな感じで駅名称もあります。まあ、シンプルな駅です。今はもう無人駅ですね。こんな感じで、ただね、ここ利用者はまあまあいるはずなんですよ。多分ね、四日市の西港は最寄り駅ですよね、ここ。あ、桜の方が最寄り駅か、西港は。じゃあここって、あれもまあ住宅地とかちょっとわっとありますからね、まあまあ利用はそれなりにあるんじゃないかな。そっか、こっちは三滝中だね、近くは。そうですね、西港の子たちは多分桜駅だな。まあまあ、どっちにするあの、この沿線より高校あったりもしますんでね、小物高校なんかもありますからね、まあ、それなりにやっぱり利用者はいる路線だと思います。で、
こんな感じ、位置的には四日市から稲山温泉ちょうど真ん中くらいかなになるっていうところですね。でまあこんな感じ でそう、券売機がね、普通の券売機しかないところだと買えませんもんで、特急券の券売機がある塩浜駅はあるんですよね。で買えることができるということなんで、まあ、買える駅はね、あのエリアごとにちょっと分かれたりとか、詳細はね、あのご興味ある方はホームページにね見ていただいて、まあ要はここであるね、赤目口と三本松、ここで分かれて、こっから橋で使えるのと、こっからこっちで使える。で、それぞれの地域でしか、券売機でしか買うことができません。だから、あれだから、四日市の人たちがね、大阪の方でわーって使いたいから買っとこうと思ったら、一回大阪の方で行って買わないといけないというような感じになってしまいますので、原則はそういうようなルールらしいんで、基本的にはその地域の人が地域を使うっていうような感じのイメージなのかなと思います。でこれで、名古屋までは使います。賢島とかこっちの方も使いますからね。まあいろいろちょっと見ていこうと思ってますよ。一応予定ではね、鴨駅なんかにもね、行きたいなって思ってます。この前ね、撮りましたけど、ちょっとあまりにもね、あれを動画でオンエアするのはどうやらっていうぐらいね、適当な撮り方になっちゃいましたんでね、ちゃんとね、撮りたいなっていうのもありますんでね、やりたいと思います。こんな乗車表なんかも置いてあるんですね。ワンマン運転ですからね。でこれでね、何かあった時に呼び出したらね、四日市の駅につながるんだったかな。でね、対応してくれることがあります。私も一回使ったことありますね。よいしょ。で早速じゃあね、一発目通してみましょう。10月3日、間違えてないですよね。よし。お、やっぱし裏返るんだな、これ。何なんでしょうね。よいしょ。さあ、やってきましたよ。ってことでね、駅の構造は至ってシンプル。小物米山方面がね、向こうの乗り場で、四日市方面はこっちなんですけど、意外と米山線って、2番乗り場の方、奥の方が、四日市方面になって、ですので、電車が、左側通行になるね、構造の駅がいくつかあるので、それもね、ちょっと米山温泉が、米山線か、米山温泉に行く米山線っていうね、まあ、ちょっとややこしいんですけどね、そういうような構造だったりして、ちょっと面白いところがあります。まあ、あとは標準機ですよね。米山線はね、もともとはね、実はナローゲージだったっていうね、面白い路線でもあるんですよ。ナローゲージで、三重交通ね、ですから、アスナロ鉄道ですよね、今の。あっちと同じ、系列で、作られて、あっちと直通してたんじゃなかったかな、確か、諏訪の駅でね、そのまんま、こっちの方にぐるーっと曲がって伸びていくような構造だったはずなんですけど、で、高架化とかいろいろあったときに、米山線は、ナローゲージから標準機にそのまま回帰になったんですよね。順番そうだったような、一回狂気になってから標準機になってるのかな。確かね、直接標準機になってるはずです。ナローゲージから。で、そのまんま、特急運用とかできるように、みんな構造にして、だからちょっとこの辺りのカーブとかも緩く作ってありますよね。で、特急通過させて、湯の山まで特急走らせとった、観光特急走らせとったようなね、時期もあります。今はもう走ってないですけどね。っていう形で、こっちは近鉄に残りましたと。で、ナローゲージのまんま残ったね、宇都宮線や八王子線の方をね、西日野の方に行く。あっちの方は、そのまんまナローゲージで残って、まあ、最終的に、分社化ね、近鉄から分社化されて、今の四日市アスナロー鉄道になってますと。いったような感じですね。高津の1号踏切になってますけど。奥がね、結構住宅街になってますんでね、この後、奥部の方が。まあ、そっちの方からの需要が多いのかな。まあ、駅前も結構ロータリーありますよ。あとね、特徴としてね、挙げるとするならばね、この駅、あ、そう、なんでこの駅からスタートすることになったのかっていう理由でもあるんですけどね、これね、値段はね、これパーキング1日200円って安くないですか？めちゃくちゃ安いんですよね、ここ。だもんで
でね、ちょうどね、まあ、高津のね、私、小物の方で仕事してますから、じゃあね、ここの辺り近いんで、あ、じゃあいいや、ここでね、200円で止めてね、やったら、これ、ね、よくやって中まで行ったらね、一気に1200円とかになっちゃいますからね、全然ね、値段違いますからね、その、で、変な、その分、運賃がね、そっちまで行けば安くなりますけど、今回フリーキップですか、関係ないですからね、じゃあもうこっから乗ってしまえばいいじゃないかってことでね、お得にパーク&ライドしようってことで使ってみました。ね、奥にもね、もう一個あって、そこもね、200円。前は300円とかだったんですけど、意外と、需要ある、意外ないのかな。この前一回ね、使おうかなと思った時は満車でしたけどね。まあ、とりあえずね、今から乗ってね、桑名の方まで行こうと思います。河原町が300円でしたよね。そうそうそう。まあ、ですので、一つ外してね、ちょっと外れたところから乗るっていうのも、一つね、まあ、お住まいの地域とかに合わせてね、やるといいんでしょうけどね。意外とあれね、アスナロ鉄道がそういう使い方するのにちょっと不向きになっちゃってるのがね、難点なのかなっていうところがありますよね。うん。アスナロ鉄道は、分社化してるんでね、乗り継ぎのね、値段もないんで、まるとプラス200円以上乗っかってきますし、あと旧東海道沿いにあるんですよね。その兼ね合いでね、駅前がね、結構ね、昔ながらの駅前のところが多いんで、道も細くてね、旧東海道沿い、旧東海道自体も細いですし、っていうのがあるんで、あまり駐車場とかも全くないんですよね。コインパーキングはもう全然ないですよね、あの沿線は。まずは桑名に行ってね、新駅舎ね、桑名の駅舎が新しくなりましたね。もう古い、ね、駅舎しかそういや取ってなかったなってことなんで、ちょっとね、駅舎を取ってみたいなと思っておりますよってことで、とりあえず桑名まで行ってみようと思います。まあ朝の6時間よう喋るな、我ながらね。ホームの方に行こうと思ったけど、あれよく見てみると、ここ70、80と書いてありますよね。今でも一応特急運用用にあれなんでしょうね。これ制限速度の多分表示なんですけど、2種類あるってことは、多分上が特急用で下が普通列車用なのかな。全然違ったらすいません。ちなみに駅は何かいるのかな。あ、よく見ると金魚がいますね。金魚いたんだ。